どれにするのかな。その手、いいじゃない。やるじゃない。おめでとう。二人とも素晴らしいバウトだったわ。また遊びに来てちょうだいね。ありがとう。なかなか面白い経験になったわ。まだやるなら付き合ってもいい。それってもしかして誘ってる？ご愛肉様、勝つって分かってる試合を続ける気はないの。また新しいバウト場を探さなきゃ。うん、私の予想を超えてくるバウターはなかなかいない。あなたはその一人。どこかでまた会えるのを楽しみにしてるわ。じゃあね。あら、振られちゃったの？一人で対戦できるコースもあるから、気晴らしに遊んでって。ハイレーツランページへようこそ。バトと一緒に意中のあの子のハート、ハイレーツランページへようこそ。バトと一緒に意中のあの子のハートも射止めてみませんか。おう、
さっきなんとかもおるってチケットもらってよ。ここに行けっつうから来てみたんだが。町がやってるイベントらしい。その友達を作るイベントで、どうやら俺の相手はあんたらしい。ん？お前そんなもんに参加してんのか。景品のアモールカードが欲しい。なるほど。じゃ、俺に任せろ。あ、ちょっと待った。お客さん、その筋の人でしょう。射撃こそ我が人生みたいな。クロートさんはお断りだよ。なんだよそれ。だったらでっかく書いとけよ。最初から言えよ。後付けルールじゃねえのか。ん？俺がやろう。恥かかせんじゃねえぞ。ドカンと決めてやれ。チャチャチャンチャンチャンチャッチャチャン。かー、ギリギリってとこか。お見事。いやー、車種と応援の息ぴったり。今日の挑戦者の中でもピカイチのパートナーっぷりだ。俺とお前がピカイチだとよ。どうかな。お前な、素直に喜べよ。今さら俺に気取るのも疲れんだろう。じゃあ俺は先にビーチへ行くぜ。着替えたらとっとと来いよ。歩き疲れる前にフィリーはどうですか。次はどこのお店。コースター、
アモールカードとリゾートウェアの交換はこちらです。素敵な一日を。コスタデアモール参加者の皆さん、パートナーはもうコスタ。ウィリーキャンペーン。お客様のウィリー走行距離はおめでとうございます。ベテランライセンス達成しました。ウィリーの乗り心地はいかがでしょうか。うん、その顔は満足していらっしゃいますね。それでは景品をお受け取りください。もしよかったら俺とアモールしますか。